3つ目こちらになります。じゃんじゃん。景色は下山の時がよく見える。はい、別にあの下り坂だって話じゃないですよそういう話じゃないんですよね。違うね、はい、どうしてもねそういうふうに上り下りっていうと上りが良くて下りがダメだっていうか、なんかそういう従来の価値観があるんだけども、うん、まあ、少子高齢化っていうのも普通に言えばなんか日本は下り坂なのかっていうとそうじゃないですよね、うんうん、やっぱりそれぞれそれぞれの社会情勢とか環境とかそういう要因の中でやっぱり生きていく価値とか作っていく価値っていうのはあるわけでね。ただやっぱり五木寛之 の下山の哲学だったかな、下山の思想だったかちょっと忘れましたけども、はい、随分前にそういうものを読んだ時にやっぱりこう何か目標設定してみんなでこうあれに向かって登っていくんだっていう、まあ、それはそれで非常に価値があるんだけども、うん、はい、その時っていうのは登っていく時に途中にいろんなその背景とか横に素晴らしい景色があってもそれはまあ 見えてない、はい、まあ、見る時間もないというかな、うん、ところが頂上にいて頂上で人生終わりっていう場合じゃなくて、問題は頂上に行った後降りてくる時の生き方っていうものにどれだけ価値を見出せるかっていうことだと思うんですよね、うん、はい、だからそれをずっと降りる最後の元に戻る時まで俺はあそこを登ってきたんだっていうだけかもしれない、そういう人生かもしれないし、ふっと振り向いて降りてった時にあここにこんなすごい景色があったのかと、 あるいは今度登っていく人とすれ違う時に、うん、いやあの景色はこうだけどあそこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないね、うん、みたいな、うんうんうん、今自分の人生はそういうことであると10年くらい前にいろいろ話してたんですけどね、うん、ただ時々やっぱり登ってた時の自分はやっぱりそれからは完全に抜け出せない自分もあって、あちょっと一緒に登りませんみたいな声かけられると一緒にまた降りたはずなのに降りてる途中で会った人に声かけるとまたこっちの山にまた一緒に登っちゃってるっていうねそういう悪い癖みたいなのはあるんですけどもね、うん、なんかそっちの方が楽しい、うん、そこを味わうためにまずは頂上まで頑張るっていうのはね、うん、だから上に行った人だけがこう、そうなんです、だからね世の中例えば会社でも常務、専務、副社長、社長、会長で、まあ、人生一丁上がりっていうストーリーが多いけども、うん、はい、早めに私の場合は最年少っていう形が多かったから、はい、社長になったのも41だったかな、でなって6年間やって社長を変わったのも、で社長から副社長になる人ってあまりいないよね、はい、で会長になって今度は違うところのあれになったりとかね、そういうのによった時に、うん、やっぱり変わらぬ自分は何なのかっていう見つめる時期にもなるし、うん、だからやっぱりそういう役職でこう関われる見える景色っていうのももちろんあるしね、はいはい、だから前に言われたことがあるんだけど、いやあんたは一度社長代表権持った社長というその景色を見てるからそういうこと言えるんだって、うんうん、確かにそうかもしれないですね、うん、一度も一番上ってやっぱり一度はなってみたいと思うけども、はい、なってみると下から見てたほど楽しいものじゃないっていうことも分かるし、なんかいい話はみんなその手前でみんな食べ尽くしちゃって、悪い責任ばっかりが自分のとこ来て首が 10個ぐらいないとね、謝罪の記者会見ばっかりっていうことに、まあ、そういうもんだということを、うん、まあ、なんていうかな、所詮そういうもんだと思って降りてくると、うん、なんか降りるっていうことに、まあ、ちっともそのなんていうかみそぼらしいことでないっていうことにもなるのかもしれないですね、うんうん、降りてくるっていうのも遠足はお家に帰るまでが遠足ですじゃないですか。いや全くその通り、本当にその帰ってくるところの道のりもやっぱり良くないとね、 そこがやっぱり半分の時間の、うん、残ってるわけだから、うん、半分の道のりがね、はい、うん、それをただ戻るっていうだけで黙々と戻っちゃうよりも、うん、やっぱりこう そこの半分の工程をの楽しみのいろんな話しながら、はい、いろいろ景色見ながら戻ってくると、はい、登ってたっていう時はことはもう半分以下の、うん、まだそこのプロセスでしかないっていうことが多分わかると思うんだよね、うん、でもね人によってはね、例えば頑張って登ってきてる若い人にね、うん、お前は上の頂上の景色も見たことないだろ、だからダメなんだとこれからあんな山もコブもあるぞ、行ったら大変だぞって潰しにかかる人もいるかもしれないそうじゃなくて登ってきた人に素晴らしいぞと、うん、
ここを頑張ればこんな素晴らしいから頑張れと、うん、若い人たち励まし励まし、そうだね、でこっちにもこういう情報があるんですけど一緒に、あそこ俺はあそこも登ったことある、うん、じゃあ一緒に行ってみようかって寄り道しながらね、うん、下から来る人を励まし励ましね、うん、上はすごいよ、あそこを見てから次に行けよって、うん、言える先輩に全く、それでそれはね結局自分が登ってる時に出会った人の種類というかな、うん、まあ、レベルっていうとあれだけども、そういう人とそういうふうに言ってくれたあの人の一言で頑張れたとか、はい、そういうのがあるとね、はい、自分が降りてってる時に別にその人になろうというつもりはないんだけども、うんうんうん、やっぱり潜在的にそういう声がかけられるような気がするね。だからそうやって登ろうとしてる時に潰され叩かれ、うん、蹴られたりして育っちゃうと、うん、まあ、もちろんそういうのだけは やりたくないっていうんで降りる人もいるけども、うん、やっぱりこう歪んじゃうとね、うん、なんかこうちょっとそういう声にをかける、うん、大人になれないっていう感じもね、うん、する時があるんですよね、うん、だからやっぱりその若い時の一生懸命さ、一途さっていうのはやっぱり大事なことだと思うし、その時それを見てる世間って必ず、うん、私はあの自分でずっとやってきたと20歳30くらいまでは思ってたんだけどね、はい、やっぱり新しいとこ行くと誰かに教えてもらわなきゃ分かんないから、うん、そういう時にやっぱりその道の優れてる人と出会うっていう、はい、そういう体験が何回かあったしね、うん、ステージを変えるって悪くないですね。それがだから気づきがあるし、自分にも緊張感あるし、うん、なるほど、新しい何十年もやってこれまでかよって思っちゃって失望して生きるよりは、うん、場所変えるっていう形でやると、そこの場にはそのそこの集まりの中にたくさんこうなんか優れてる人たちはいるしね、うん、それはまた自分自身が一生懸命やってる、一生懸命やってるお前にはだから教えてあげるとかアドバイスするよっていう反射というか反応ですよね、はい、ここはね人対人ですからありますよね、うん、あるよね、あるある、これあいつにだけは言いたくないっていう場合は、はい、多分あると思うんだよ、うん、秋山さんご自身がやっぱり出会いが良かったんでしょうね。あのそれはねすごくそう思いますね、あのなんていうかね、私の父親も見てないようで普段はほとんど関係ないとこだったんだけど、なんかちょっとこう落ち込んでる時にはいや良かったよとか立派だったよみたいな話がやっぱりここっていう時にすると、それがまあ見てなくて言葉だけだったかもしれないけども、やっぱりそういう一言でこうギリギリ救われるっていう場面って、うん、あ人間いくつかありますよね、毎日ではないけどもね、はい、だからそんな感じはね、うん、私そういう出会いが、まあ、先輩もそうでしょうし、あと若い人で今本当に頑張ってる人たちもたくさんきっと出会いが終わりで、うん、だからこそ今この秋山記念生命科学振興財団ですか、うん、いろんな人たちを応援しながらっていうお立場ですもんね。いや全くそうですね、うん、だからそのなんていうかな、よくあのインタビューすると、あの応援よろしくお願いしますってスポーツ選手なんかとかタレントの人たち言いますよね、はいはい、だからそれはそれですごくいいんだけども、うん、私の場合は本当にあの応援してほしい人いらっしゃいよっていう頼もしい、いやいらっしゃいよって言ってんだけども、最近ちょっと自分もなんか持て余しちゃってる部分はあるんですけどね、自分がどうっていうのを本当に完全にそういうものからはもう変わったっていう感じかな、理想的だな、うん、ライフストーリー伺うと本当になんか理想的だなと思いました。いやちょっとかっこよく言い過ぎたかもしれないな、もっとこういろいろあの大変ですけどもね、いろんなこともあったんだよっていうあたりをもっと聞きたいという方は、一緒にお仕事できるように頑張って自分を磨きましょういや必ず見てる人がいる、そうですね、うん、見てる人、はい、だから世間っていうのはやっぱりちゃんとした目を持ってるよと、うん、いうことだけは若い人には伝えたいなって、 あの学生なんかにも最後の時の一言は、はい、とにかくあのちゃんと生きてる真剣な大人と出会ってもらいたいっていうのと、うん、やっぱり世間っていうのは見捨てたもんじゃないぞと、うん、やっぱりちゃんと生きてる若い自分そのあの人には必ず誰かが手を差し伸べてくれるっていう、はい、そんなメッセージは伝えたいと思いますけどね。今日も福
靴、素敵な先輩にお会いできて札幌人図鑑やってて、あの冥利につきます。今日本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のゲストは秋山記念生命科学振興財団理事長の秋山浩二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。どうも。